こんにちは。私は東京で韓国料理教室をやっているホミンと申します。今日作るメニューは韓国のスイートンのことスジェビと、そして豆腐キムチ、トゥブキムチ、最後には薬食を作ってみたいと思います。皆さん、では今日のメニューから早速説明したいと思うんですけど、その写真を見ていただきますと、メイン料理っていうスープ料理でスイトンがあるんですよね。皆さん、韓国のスイトン召し上がったことありますか？ない、まだない。今日作るスイトンはですね、この絵ではよくわからないんですけども、一番の違いはやっぱりニンニクが入って、そして煮干しで作るんですね。煮干しは日本で皆さんが手に取りやすい、手に入りやすいこのかやのだしを使って手軽に作ってみたいと。なのでレシピには煮干しだし汁って書いてあるんですけど、水とこれを入れて、パックを入れて沸騰させるだけでいいようにします。で、スイトンは韓国語ではスージェビっていうんですね。皆さん一緒に言ってみますか？せーの、スジェビですね。はい、でそのスジェビを作ってみたいと。でその次が豆腐キムチっていう料理なんですけど、これはですね、またこれもとても韓国的な料理なんですね。で私なりにちょっと考えて、日本で手に入るそのキムチだとか豆腐で作っても皆さんにとって美味しい味にアレンジしているんですけども、今日使うそのコクウマっていうキムチを使うんですけども、炒め物だとか、その韓国料理で例えばキムチチャーハンだとか、そういうもので作ると、韓国のキムチで作るより味が、いろんな味がちゃんとミックスされてるから、すごく手軽に美味しくできるんですね。でしかもそれを豚肉と一回炒めて、もっとより食べやすくしたものと、あと豆腐も軽くチヂミのようにちょっとチヂミ粉をつけて焼いたものと一緒にアレンジして食べると、それがもう本当にやみつきな味なんですね。で最後にこのお餅っぽいものは何かと言いますと、皆さんが思っているそのおこわと近いと思うんですね、日本のおこわ。だけど普通のおこわは食事ですよね。だけどこのおこわはですね、韓国ではお餅感覚で食べるんですよ。多分初めて食べたらちょっと不思議な味かなって思うかもしれないんですけど、実際にこれにハマるともう太るぐらいたくさん食べてしまうんですね。やみつきで、これもで韓国ではこれには栗を入れるんですけど、日本ではあんまり栗がスーパーで、その秋以外にはあんまり売っていることを見たことがなくて、それがちょっと手に入りにくいっていうところがあって、今日は皆さんにそれの代用的なに使えるものをちょっと用意してみました。この果物のドライフルーツで飾りをつけて、基本的に味は例えばこういう感じのひまわりの種だとか、レーズンとか、あとはクレンベリーだとか、いろんなものが、これでやってもとっても美味しかったので、今日はこれでアレンジをしたもので皆さんに食べていただくっていう感じですね。で早速なんですけど、ではスイトンから作ってみたいと。本当は韓国でやる生地はですね、家庭では小麦粉を使うんですね。で今日はですね、皆さんにちょっとより美味しいスイートンを食べていただきたいと思って、小麦粉ではなくてそのスイートン粉で作ってみたいと思います。皆さんが実際にこれをお家でそのコーナーでやっている時には、微妙にその量によってその感覚が変わってくるんですね。なので今日は皆さんもこれ実際にやってみながら、水の加減を自分でやりながら、あ、いい感じになるにはどういう風にすればいいのか、それをちょっと一緒にやってみたいと思います。まずはこれが今多分130cc なんですけど、粉チーズ1つ分の塩、水に入れます。はい、こういう感じにして、これを水を一気に全部入れちゃうと、柔らかすぎた場合は粉を足さなきゃいけないんですね。なので一応この粉の量は一定にして、水を調整したいと思って、少しずつ入れて、はい、
りなんか全体的にそのそんなに気分が回ったなっていう感じになった時もあってあるんですけど、やっぱり会った時、あ、全然そんなっぽいっていう時には気分に行くのが難しい。で、最終的には手につかないんだけども、こういう風に切り離した時には柔らかい感じで取れる感じまでを目標にして、皆さんの韓国のお餅っていうお餅だし、こんなに簡単に作れると多分思わないと思うんですね。だけど今日はですね、必要な機器は炊飯器だけなんですね。その分蒸し器だとかそういうものがいらないのですごくいいかなって。でまずはあのレシピを見ていただきますと、もち米って書いてありますよね。でもち米はもう本当に何でももち米を使っていただくんですが、ただこれが作り方は簡単なんですけど時間がちょっとかかるんですよね。もち米はそのまま炊いてしまうと芯が全く水分が到達していないのでとても硬くなってしまうので、最低でも 5,6 時間は水につけておいておく必要があるんですよ。でこれをつけたものを水を切って用意をしますね。であとは A の材料を全部混ぜるだけなんですけど、まずは黒糖は、まあ、一般的な黒糖でもいいし私はこちらを使いました。そしてシナモンは皆さんがお家でもし瓶に入ってるものを多分大体お持ちだと思うんですけど、瓶のものをちゃんと計量して小さじの半量でいいかな。そして醤油は濃い口醤油を使います。で後ほど水筒のところでも説明したいと思うんですけど、これは韓国店頭の醤油で、こちらが日本で一般的な濃い口醤油なんですけど、これの違いは韓国では醤油2種類を主に使ってるんですよ。こちらとこちらで、これは名前が今見ていただきます、朝鮮干醤って書いてあるんですけど、一般的には국간장って言うんですね。で국간장の국っていうのはスープ類の국なんですよ。なのでスープ類に 味付けるための醤油だと。なのでそのスープ本来の色味だとか味をあんまり干渉しないためにちょっと塩系な味だけするっていうのが特徴ですね。でもちろん深みはあるんですけど、こっちに比べると甘みが少なくて色もちょっと若干明るい感じなんですよ。で皆さんがこれからもし韓国料理に興味があっていろいろ作ってみたいと思った時にはこれが混ざったら困らない。なのでスープだとかとナムルもこれで味付けるんですね。でこれを入れるとすごく韓国料理っぽくなるので、これはスープとナムルで使います。でその一方、一般的な日本でもそのあるようなその醤油味はこれで、韓国でもこちらの濃い口醤油を使うんですけど、今日のこのお餅ではこの濃い口醤油でやってみたいと思います。で今この揃った材料をこういうボウルに、まずは黒糖が入ってるんですけど、順番にただ入れて混ぜるだけなんですね。醤油を入れて、ごま油も入れて、シナモン入れて、あと蜂蜜を入れる。これをちゃんとこの段階でちゃんと混ぜる。で先ほど説明したそのもち米を炊飯器にまずは入れて、ご飯炊いたのと同じように、でも水は切ってありますよね。でここでご飯を炊くのと同じように水を入れるんですけど、これが 350cc ですね。これを水を入れる。でそこから先ほど混ぜた、よく混ぜたこれを今入れた感じはもちろんこういう感じになってるんですけど、水とタレを混ぜた感じで、これをちゃんとかき混ぜて
まんべんなく茶色になるように。で、こういう感じで、うん、こうなるんですね。見えますか？うん、で、これで一応炊いたら終わり。で、炊いてこれが炊き上がると、さっとこれを入れて混ぜて、最後に全部終わったらこれで飾り付けるってだけなんですね。だからこれはもう終わりです。なので、これを炊いてみます。一応こちらにあるものは炊き込みメニューで炊きました。皆さんの炊飯器も多分あると思うんですけど、炊き込みご飯と同じ感じかな。ということで、では材料を入れて混ざったものをただ炊くだけで終わりです。はい、そういうことで皆さんが先ほど作りましたそのスジェビのね、スイートンの生地はちゃんと冷蔵庫の中で休んでいることを考えて、その間時間を使ってその他の作業をしてみたいと思います。そういうことでまずは野菜を切るんですけど、あのスイートンに入る野菜はこの玉ねぎと人参入りますよね。それにじゃがいもが入るともうこれで基本的には OK なんですけど、今は夏ということでこのズッキーニがとっても甘くて大きくて太くて安いんですよね。なのでスイートンにはよく入る材料としてこれズッキーニもとてもいいかな。で、この切り方なんですけど、まずはだし汁に最初じゃがいもが一番火が入りにくいのでじゃがいもを切って入れます。で、その水の分量からすると、1.2 リットルって書いてあるんですよね。これをこの鍋に入れて、で、このかやのだしの煮干しの場合はこのメーカーさんのおすすめによると 400cc あたり1パックなんですね。なので 1.2 リットルだったら単純計算にすると3パックが美味しいです。先ほどのその生地を作っておいて、次これをやっておいて時間がまだありますので、そこから野菜を切りたいと思います。で、このじゃがいもはちょっとやや太めの一口サイズって書いてあるんですが、やや太めにする理由はじゃがいもは煮込むと煮込むほどなんか型崩れをしやすいんですよね。なので長く煮込むことを考えてちょっと太い感じで一口、太さこれぐらい1センチぐらいある感じで一口を自由に切っていただきたいと思います。で、不思議なことにじゃがいもが入っているのと入らないのと全然味がまた違うんですよね。なんかなんだろう、こう何とも言えない絶妙なとろみっていうか、そういうのがじゃがいもから出てくるので、じゃがいももぜひ入れてほしいということですね。で、これを今の段階で入れてもう煮込んじゃいます。で、じゃがいもで時間を稼ぐのの間に他の野菜を切りたいと思います。まずは玉ねぎ。玉ねぎはですね、千切りっぽくするんですけど、玉ねぎもあまりにも細かったら最終的に形がほとんどないんですよね。なので今日はちょっと形が残るぐらいにしたいので少し太め、これ見えますか？こういう感じ、短冊切りっぽい感じの千切りですかね。で、こういう感じで切ります。で、こういうふうに切った後はちょっとほぐしておくということですね。で、これちょっと沸騰してから他の野菜を、人参と玉ねぎ入れたいのでちょっとだけここに置いておきますね。で、次が人参。人参も同じく切るんですけど、幅はともかくこの太さが太かったら人参もやっぱり火があんまり通らないので、ちょっと薄いことを意識しながらまずは輪切りにスライスして、こういう感じですかね。これぐらい見えますか？こういう感じにとりあえず切って、で、これをやや太い千切りみたいな感じで切りたいと思います。こういう感じ。
こういうふうに切る理由はやっぱり煮込む時間が長いので、ある程度食べる頃に形が残ってた方が綺麗ですよね。食べた時食感もそうなんですけど、それを意識して皆さんもお家で作る時にはそういうふうに切ってほしい。で、人参と玉ねぎはこういう感じにして、で今入れる順番を見てくださいね。最初じゃがいもを入れて、その次がこれ、こちらの人参とあと玉ねぎを入れます。で、これがほぼ火が全部通った時に仕上げとして最後にズッキーニとニンニクを入れるんですけど、切り方はこれを半分に切って薄切り、次にはこういう感じですね。まあ、これはある意味ちょっとなんか 色をきれいにするための野菜でもあるんですけど、だから皆さんが気をつけていただきたいのは本当の最後の最後に入れること。これが茶色くなったらもうおしまいっていう感じで、今これ今沸騰しました。この沸騰したところに、玉ねぎと人参を入れる。で、沸騰したらちょっと火を若干弱くして、先ほどのこの出汁あるんじゃないですか、あ、今のタイミングで出したいっていう方は今出してもいいし、最後まで煮込みたいっていう方は最後までもいいんですけど、一応今出しておきましょうか。蓋をしてグツグツ煮込みたいと思います。で、最後のそのニンニクの説明だけして、ちょっと一旦他の料理に行きたいと思うんですけど、このニンニクがですね、入れるタイミングによってまた香りが飛んでいったりするんですね。なので今入れてもいいんですけど、結局香りが飛んでなくなるから、これもズッキーニ入れるタイミングで一緒に入れたいと思って一応残しておきまして、皆さんよく私が料理教室日本でやりながらよく聞いてた質問は、これニンニクはじゃああんまり普段使わないし使い切りないのでチューブでもいいんですかっていう質問をよく聞くんですよ。だけどそれでもいいんですけど、せっかくだったらこの香りが命なので、皆さんは生のニンニクを買っていただいて、それに例えばみじん切りだとこういうふうにやるんじゃないですか、それにするか、それともすりおろしにするか、もしくはこういう粒式にするのかによってまた全然違うんですよね。なるべく私が皆さんにおすすめするのはこういう粒式でやると、なんか果汁も出ながらちょっと形も残りながらなんかちょうどいい感じで、ここまでとなります。ではスイートーンが一生懸命沸騰して火を通ってる間に豆腐キムチを作りたいと思います。で、先ほど皆さんが一番気になっていたような食材をちょっとだけ紹介したいと思います。で、まずはこちらは先ほど説明したんですけど、韓国伝統の醤油ですね。朝鮮간장、朝鮮醤油、そして국간장。今日そのキムチと豚肉を炒める時にもこれで味付けをしたいと思います。もしこれがなかったら普通の醤油でも今回は大丈夫ですね。で、その次がこれ梅なんですね。皆さんも梅干しをお家で作るとか梅シロップつけるとかするんじゃないですか。韓国のスーパー行くともうこの梅だけでいろんな種類のこのシロップみたいのが売ってるんですね。で、これを肉料理だとかあと魚だとかあと和え物だとかいろんなものにちょっと入れるだけで風味がとても良くなるんですね。ちょっとしたまろやかさとあと酸味と甘みが出るので、で、これがもしない方は日本製の梅シロップで代用してもいいかなということで、今日の豆腐キムチはこれらを入れてちょっと味付けをする感じでやってみたいと思います。キムチは生のキムチを韓国では豆腐キムチで食べることが多いんですけど、今日はコクーマを炒めて結構ところどころによって大きいかけが生えてる場合があるので、ちょっと小さくカットしたものと、あとこれ豚肉は豚バラのスライスなんですけど、なるべく薄いものを使った方が食べやすい。なぜかというと豆腐にのせて食べるから。なので皆さんよくしゃぶしゃぶ用の豚バラ肉のスライスだとかそういうものを使って、とこれも
口サイズで切りました。こういう感じ。そして豆腐は木綿を使うんですけど、切ったりなんだりするところでちょっと型崩れしやすいので、それをちょっと気をつけながら綺麗な形に切って、春菊なんですね。これはよく皆さん韓国のそのチヂミ屋とかいろんなそのモドゥンジョンとか出てくるお店行くと飾りつけてあるチヂミがあるんですけど、よくこれを使います。じゃあまずはこの豚肉を炒めたいと思います。でここにごま油が多分大さじ2つぐらい入るんですけど、結構多いと思うんじゃないですか。だけど皆さんなんか太るのが嫌だから油は多めが嫌だって言うんじゃなくて、たくさん入れて美味しく食べましょうごま油を入れてちゃんと加熱されたら、このスライス肉がちょっとめんどくさいのはみんなくっついてるんですよね。こうやって開いて分けてやった方がいいんですよ。でもお家ではねこういう風に入れて最初は生だから全部くっついてるんですけど、焼いて一番下が火が通ったらこれをまた取りながら焼くっていう感じで、この豚肉はですねなるべくカリカリな感じで焼いてください。それで大体の肉が火が通ってこうやってちょっと焦げ目がついたなと思ったぐらいに、この油もねちゃんと出てますよね。でこれぐらい火が通った時にキムチを入れる。で目安としてはキムチのこの生っぽい感じがなくなってちょっと茶色っぽくなった時まで炒めます。なんか直感的に匂いでわかるんですよね、うん、ちょっと酸味がなんかなんとなく柔らかくなる感じになるタイミングがあります。この一番白菜の太いところもちゃんと火が通ってなんかちょっとふにゃってなったなと思う時に火を一旦止めますね。で止めてからここから味付けをします。火をつけたまましない理由は、醤油とかは入れたらすぐ焦げちゃうので、ちょっと一旦火を止めてちゃんとまんべんなく混ぜたくって、でこの醤油が大さじで1/2、と梅シロップって書いてありますね。でこれが大さじ1つで、もしこれがどうしても手に入らなかった場合は、その砂糖を少し入れるか、もしくはペンサイオリゴっていうなんかちょっと甘みを足すものがあるんですけど、それをちょっと入れるとまた味が変わるんですね。でこれでちゃんと一応混ざったなっていう感じになった時にまた火をつけて、最後にさっと炒めたら終わりですね。ですね、ここで強火で一瞬にして終わってやってみたいな。でこれはやってすぐ食べるんじゃなくてちょっと時間を置いて食べるとより美味しいんですよ。なぜかというと味が馴染むんですね。それでも全然美味しいんです。だからちょっと冷えても美味しいし。でこの豆腐をこれを3等分にして、で水をちょっと切った方がいいですね。で3等分にして、でこっからこの太さは好みなんですけど、あんまり薄くするとひっくり返す時にまた割れちゃったりするので、ちょっと厚みがある感じで切りたい。この辺はもう完全にお任せなんですけど、今日はこういう形にして、でこれでだいたいこんな感じになるんですね。太さはなるので、ちょうど一口で食べた時に美味しく感じるような大きさにしました。チヂミを焼く時に私が料理教室してやっぱり一番皆さんが失敗しがちなものは、油が多いといけないっていうなんかちょっとそういう脅迫感があるみたいなんですよ。だからもう恐れ恐れ少なめにしちゃうとすぐ焦げちゃうんですね。なので今日はそんなポチャポチャまでいかなくてもある程度は余裕を持って油を入れる感じなので、
からこれぐらいにして結構多いですよね。でこれが温まってる間にその次の作業をしたいと思います。でこの縮み粉がない場合は小麦粉でも大丈夫です。でイメージとしてはここ今水分が残ってるうちにこれをここにつける、つけた上からこれをこういう感じで粉をつけて焼くんですね。もっとさっと焼く感じですね。本当にもう生でも食べるぐらいのものなんだけれど、ちょっとなんだろう、こう微妙になんか外がカリッとした感じにしたいので、それとはちょっと違うんですけど、チヂミみたいな感じです。でもしおもてなし用にしたい場合はこういう葉っぱをつけるとすぐ焦げちゃうと茶色になっちゃうんですよね。だから皆さんがそれを考えてひっくり返してすぐ綺麗な色が残るぐらい、さっきも言ったんですけど生で食べてもいいぐらいのものだから、今日は春菊で、皆さんがちょっと手に入りやすい葉っぱだったらいいかなっていう感じです。でここぐらいに、これぐらいになると多分最初のものもいいかなっていう感じ、こういうふうに焦げ目がちょうど本当にさっと綺麗になる色になるまで。皆さんは人数が多いから多分すぐできると思うんですけど、でこれをまた見て、こうすると今緑がこれぐらい残ってるんじゃないですか。で緑とその周りの焦げ目のバランスを見ながらその分を調整していただければ。でこういうふうにこう持ち上げる時とかすごい型崩れしやすいんですよ。だからそれ気をつけて、でこういう感じになるんですね。一応これでこういう感じで終わり。なんか若干カナペみたいなイメージをしながらちょっと可愛らしく、で後から盛り付けたら終わり。で今炊き上がったんですけど、これをポイントは炊き上がったら一旦取り消したらいいですよね。これを取り消さないとどんどん時間とともに伸びてしまうので、ここで止めて、で今見た感じでは全然なんかお餅っぽくないんじゃないですか。だけどこれが冷めたらどんどんそのもちもち感が出てツヤも出てくるので、今はとりあえずこういうふうにご飯が炊けたら混ぜる。こういう感じで炊き上がったら、ここに固まる前にさっき説明したこちらを入れたいと思います。これを入れる分量は1カップぐらい、こういう感じに入れて、もう一回ここでさっと混ぜる。でなんとなく全体的に混ざった感じがすると、これをこちらに移しますね。なんかちょっと若干空気層を作るっていう感じで優しくやってくださいね。でなんとなく平たいな感じになるようにやって、でこれはこういう感じになりました。でここで大事なのは、これ飾り付けるものを今のうちに載せておかないと、後からこれを入れてしまうとそのツヤが出てもう固まってしまったからこれはつかないんですね。だから今のうちにこういう感じで、でこれを湯気がなんとなく出てもう落ち着いたなと思った時に蓋をしてそれを固めます。蓋をするかラップをするか、その理由はこの開けたままに置いておくと乾燥して上がパサパサになってしまうので必ず蓋をしておく。で水分を閉じ込めるっていう感じですね。でこれでちょっと時間を置きたいと思います。で私は自分のそのサンプルのために、盛り付けのためにこれをちょっと使ってみたいと思います。そうなるとこれは一番下のところに例えば赤とかをこういう風にして、その上からカヌレと同じですね、カヌレの型と感じに入れて、ちょっとずらしてこういう風にすると、いい感じ。先ほど炒めておいたこのキムチはちっちゃい器に入れて盛り付ける。
で、これで最後にごまをちょっと潰しながら上にかけて、で、一応これはこういうふうにミーフィンができました。はい、で、煮込まれたこのスープの今の状況はですね、皆さん見たらわかるんですけど、じゃがいもがいい感じで、ちょっと型崩れしそうなんだけど、していない感じ。で、ここに最後にやるんですけど、皆さん大体お家でやるとき一人でやらなきゃいけないんじゃないですか。で、これが私もいつも思うんですけど、結構時間がかかるんですね。なので一番最初入れるものと最後に入れるものの時間差をなるべく少なめにするために、火を弱くしたままなるべく早い作動でこれを切り取って作りたいと思います。で、これをじゃあどういうふうにするのかと言いますと、これももう好みなんですけど、例えば自分は大きい口がいいと思う方は大きく作ってください。ほどいい大きさがいいと思ったり、あと子供はお子さんがいる家庭ではちょっと小さめに作ったり、なるべく薄く 0.5 センチぐらいの薄さにして、で、この形ももう本当に適当でも入れたらなんとなくフリルのようになるので、それを楽しみながら気楽に、で、目安になる大きさはこれくらいですね。これをポンって入れる。もう入れ終わったら同時に火を通したいので、もうそこからは火を強くして沸騰させますね。で、これにまずは先ほどのズッキーニを入れて、で、そこから味付けのためにこの醤油を入れます。で、そのレシピには大さじ1つって書いてあるんですけど、で、これを入れてみて味見をしてみるんですね。こういう感じで松島さんちゃん味見をしてみて、程よい感じで、これで程よいって言われたので、で、ここで一番最後にこのニンニク潰し器、これをキュッと押して、で、ここが今ちょっとこうなってるんですけど、で、こういうものでこうやって削って入れるんです。うん、皆さんちょっとこっち来ていただいていいですか。ニンニクを入れていなかった時の匂いは普通の煮干しの匂いがするんですよね。これをニンニクを入れて混ぜたら一瞬にして韓国料理っぽい匂いに変わります。なので、そのクッカンジャンとニンニクの味がこのスープのポイントになるんですね。ズッキーニはまだ緑っぽい感じが残っている時に火を止める。で、これで終わりです。いいですね。今色つって大丈夫ですよ。さ、保護してからやりましょう。そうですね。いい感じですね。うん。はい、皆さんいかがでしたか。思ったよりも簡単なんだけど、とっても美味しい料理ができると思うので、皆さんもぜひお家で手軽に作れる韓国料理試してみてくださいね。では、またお会いしましょう。アンニョー。